CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も強い日本を作ろう、藤井聡先生と共にお送りしていきたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回まで、はい、まあ、結構この番組はですね、強い日本を作ろうっていう方なんですけども、じっくり学ぼう、政治の哲学というのと、こう、表裏一体でやっておりまして、まあ、前回、その、全体主義を作り上げる過程にですね、フランス革命があった、それからイギリスの産業革命がありましたよと。でそれはつまり何を生み出したものかというと、それぞれに民主主義と資本主義を生み出したんですという話を聞いてですね、私結構つながることがたくさんあってですね、結局、民主主義、フランス革命良かった良かったというふうに教科書に書いてあるんですよね。民主が民主主義を手に入れたと。けれども、ある歴史の本なんかを読むと、決して当時のフランスの王様が、ボン君だったわけではないって書いてある方が結構あるんですよ。そうなんですよ。ヘドマンドバーグなんてそういうことで散々書いてますからね。で、結局、フランス革命をじゃあ何で起こしたのかっていうと、中産階級の人たちがですね、やっぱり権限を王様からちょっと取りたかったと。王様いるとですね、中産階級の商人たちは自由に商売ができないと。ああ、そうです。王様がね、指揮しますから。ってことは、この王様を潰してしまって、みんな平等だってしてしまえば、金持ってる俺たちが良くなるんじゃないのという感じで、王権を潰して、まあ、権威とかですね、そういう倫理、哲学、社会のルールを、まあ、潰してしまった、とんでもない革命であると。いや、テロルなんですよ。完全にテロルに取れますよね。で、その次に彼らが、まあ、そういう条件整ったイギリスというところで、産業革命なるものを、まあ、起こしたというか、起こって、それによって資本主義っていうシステムを作り上げていくと、これ、すごいことになりますよね。権威がないわけですよね。ってことは、お金がある人が社会を動かせるようになる。もう、拝金主義以外何もないわけですから、ね。はい、金以外のものがなくなっていくわけですからね。で、当然彼はお金持ってますから、メディアも作れるんですよね。今作れます、作れます。で、大衆に対する情報操作ができるようになる。もう完全プロパガンダでいきます。はい。で、ここまでいきます。政治体制民主主義ですから、大衆が動けば、政治体制変わると。そうです。もうマッチポンプいくらでもできるんですよ。いうことですよね。で、その結果起こったのが、世界大戦。そうです、そうです。もう何千万人も死んでしまったんですよ。はい。という流れの中で我々が生きてると。で、日本はその流れの中で、そういう近代というものが太平洋からやってきたんですね。で、それから守ろうとしたっていうだけの話なんですよ。ですよね。もともとは。はい。まあもちろんそれだけっていうと、まあその近隣諸国との関係というのもありますから、うん、そこに帝国主義的側面が日本になかったと僕は言わない。はい。ですけれども、大きな流れの中ではこういう近代との戦いだったんですよ。うん、我々日本というのは。だってそれまで、黒船まで我々別に参勤交代やって、はい、それで、平安神宮やら、その、伊勢神宮でちゃんとお祭りやって、はい、それで司祭やってですね、で、お正月だったらおめでとうございます言うて、普通にやっとっただけなんですよ。はい。勝手に来よったんですよ。うん。そこに、それ、何やねんみたいなもんなんか、ちょっと戦争したらボコボコでさ、はい、近代化せんやったら、えらいことになるわけで、そこで強靭化を、はい、まあ、果たしていったわけですけどね。ですよね。で、うん、その結果、まあ、大東戦争敗れてですね。そうですね。100年間戦争して、うん、はい、ずっと何やかんやって、で、あれ、だから大東戦争だけ言うんじゃなくて、はい、黒船から大東亜の100年戦争、ね。100年戦争みたいなダメなんです。はい。これで、待ったんですよ、うん、そこで。これで近代に今やられとる最中なんです。はい、そうですね。これちょうど、あれですよ、だからゾンビがビャーキョってこう一生懸命戦ってたんですよ、ね。はい。なんとかビッチとかいうとこ戦ってたんですよ。なんとかハザードですね。ハザードでもやって、で、それでも、やれて、あやられてしまうだもん。っていう、100年間戦ったんですよ、我々は。っていうふうに僕は解釈してますけどね、その戦争は。で、戦争終わってから、まあ、社会主義と資本主義が、まあ、戦うような世界があって、まあ、社会主義も問題があるんでね、社会主義もまあ、結局、独裁になってしまって潰れてしまいましたけども、資本主義の慣れの果てが、まあ、この間のリーマンショックが一つの、形かなと。でも、未だに世界はまだグローバル化、グローバル化って言ってですね、こう、一つにしようみたいな流れがあるけれども、私いつも思うんですよ。グローバル化は決して僕ね、グローバルってことは嫌いじゃないんですよ。世界出てくるの好きですし、いろんなもの学ばないといけないと思うと。ちょっと待ってよと。もういろんな国行ってね、思うのは、世界の水準に均一化されたら、日本のレベル絶対落ちるやんっていつも思うんです。日本って豊かですよね。社会文化もしっかりしてますよね。それをグローバル水準で平準化されてしまったら、我々が下げないといけなくなりますよね。そうですよ。だから、グローバルなんかしてもらったら困ると。そうそう。ね、我々は我々のやり方でやらせてくれよと。で、もちろん交流はしますよと。けれども、標準化とか平準化されるのは困ると。言わないと。プロパガンダでやられてるんですよ。おかしいですよね。僕らは、理性に基づく議論として言ってるのは、グローバリズムは、決然として、非と言わねばならない。はい、我々が言うべきことは、インターナショナリズムなんです。そうですね。ずっとインターナショナリズム。インターナショナリズムで、だから、いろんな外国に行くっておっしゃったじゃないですか。はい、いろんな外国に行けるのはインターナショナリズムがあるからです。はい。
とかグローバリズムだったらどこ行ったって同じですよ。はい。あのコンビニがあって、マクドがあって、みたいな話になりますからね。はい。だから、いや、この間その資本主義、民主主義の話から、うん、そのグローバリズムの話まで、スーッと繋がってですね、うん、そうなんです。それを作り上げていくのに、大衆というものをうまく作り上げていけば、一部の人たちがうまく情報を操作することによって、世界を動かしていけるっていう構図に今なってるんじゃないのかっていうことを、普通と繋がったんですよ。そうなんです。もう一個逆の言い方するとこうとも言えるんですよ。はい、あの、今の話はその支配者側からおっしゃったわけですけど、はい、実は大衆側もそういう支配者が欲しいんですよ。はい。これはね、なんか砂粒になっちゃうとね、存在論的不安って哲学では言いますけども、なんか不安って仕方がないですよ。はい。だから、何でもええから、もうどんな不合理な教理でも何でもいいから、新自由主義でもいいし、あるいはドイツ先民主義でもいいし、何でもいいので、信じておきたいんですよ。だから支配されたいという欲望があるんですよ、人間には。エンベッドって言いますけど、埋め込まれていないと不安で仕方がないんですよ、ね。だから、そういう支配層を大衆化した後の大衆人たちが全員で希求したとも言えるわけですよ。だから、それがもうあのヒトラーという存在だったわけです。当然、出来上がった後いろんな弊害もありますけども、実は潜在意識の中でそういう人が欲しいと思ってるわけです。要するに、自分で自分の物事を決めるというその決断の、決断というリアルなものに耐えられないんですよ。だから決めてもらいたいみたいなところがあるんですね。そういう国民というか、まあ大衆といえばいいのか、作り出さないためにはどうしたらいいんですかね。そういう人減らすには。考えるしかないです。一人一人が、自分の頭で。一言で言うと考えるしかない。例えば、小林陵なんていうのは考えるヒントって言ったわけだし、はい、あの、ハンナ・アーレントは、あの、全体主義の本質にあるのは悪の凡庸さであって、凡庸なもの、あの、凡庸な官僚とか凡庸な市民っていうのが、はい、これが全体主義を作り出したわけだから、うん、で、その凡庸さの根幹にあるのは、イナビリティトゥーシンクの考えることの不可能性だって言ったので、はい、逆に言うと、アビリティトゥーシンク、考える能力さえあれば、大衆っていうものがいなくなって、そして、みんな、大衆化というものを避けることができる。うん、だから、実は簡単、考えればいいんですよ、はい。自分の頭で考えたらええっていう話を。で、それをずっとプラトンはずっと言ってる。だって、プラトンが、ソクラテスが言ったのは太陽と洞窟の比喩でね、ずっと何も考えて、これ首固定されて壁見てるっていう話じゃないですか。はい、で、影見てて、あ、これは真実やと思ってるけれども、ちょっと努力したらこっち後ろ向けて真実を見ることができるわけですよ。はい、うん、その、ちょっとした努力、すなわちこたつにくるまってて、寒い寒いっていう時に、ちょっと外出ようって、ちょっとこう外出る。その、それが考えるっていうことだと思うんです。ですから、うん、考えないのは多分考えるのが僕はめんどくさいからじゃないかなと思うんですよ。うん、それさえできれば、原理的にはですよ、はい、考えてない人間を考えさせることほど難しいことはないんですけど、そうですね、この比喩は、要するにゾンビと一緒なんですよ。うん、ゾンビっていくら、ゾンビをやめなさいって言うと、って恐怖だけじゃないですか。はい。だから、はい、完全にゾンビになっちゃうとも無理っていうのがあるんですけど、理論的に言うと考えさせればそれでいいことなんですね。ね、っていうことは、今我々が前半に話したような、世界の歴史の流れとか、うん、今の資本主義って何だろうとか、うん、民主主義って何だろうと、うん、いうことの、その根幹を考えて、うん、あれちょっと今の社会っておかしくないっていう疑問符を持ちながら、うん、メディアを見たり、うん、会社で働いたり、ね、子供に教育したりとか、うん、そういうこう、クエスチョンを絶えず持って、ね、みんなが言ってるから、とかテレビで言ってるからじゃなくて、うん、ちょっと待てよと。どういう仕組みだ今の社会はと。いう、そういうクエスチョンを自分で持つことが大事なんですよね。でもそれはできない人はできないし、やらない人はやらないんです。でもそれをやらないといけない。いけないんですね、うん。で、それをやらないと何が現れるかっていうと、最終的にそれはアウシュビッツにつながるんですよ。考えないということほど巨大な罪はないんですよ。人間として生まれたにもかかわらず、考えないというのはもう何千万人という人間を殺すという可能性を生み出すことになるんですよ。はい、それが、第二次世界大戦、ヒトラーの教訓だったんですけども、うん、でも人間は、今、何愚かですから、考えることをやめる、ということをやめないんですね。思考停止をやめないんですよね。で、その思考停止をするために、例えばこういう思想とか哲学とか、があって、こういうの触れたら、はい、まあ、いいんですけども、考えようとしない人は、まあ、触れないし。うん、あれは別に思想哲学、社会科学っていうのも一つのアプローチですけど、そうだけじゃなくて、例えば映画を見るだけでもいいし、はい、映画を見て面白かったな、うん、それは漫画を読むでもいいし、小説を読む。
あるいは友達と一緒に酒を何でもいいんですけど、うん、そうちょっと自分の心がこうちょっとこう動く、すなわちこれはこの政治の哲学で言ってきたキーワードを使うと循環というものがあればですね、うん、はい、あればですね、ちゃんと循環というのを考えるっていうことですから、はい、自分で循環しなくったって、誰が循環してるやつの話聞いてるだけでもある程度循環しますから、ね、うん、あるいは映画っていうものを自分の心を預けるだけでもちょっと循環しますからね。そういうことがあれば、まあ、本当考えていくことが、うん、まあ、できるんですけど、でも、はい、本当は難しいんですね。なぜかっていうとね、前近代、人々はどうやって考えてたかっていうと、階級社会があり、はい、そして資本主義が始まる前であるから地域共同体というものがあり、そこでいろんなルールが保存され、で、こんな状況の中で初めてみんなものを考えれてたわけです。はい。でもこんな社会的なね、装置を全部今破壊してるわけじゃないですか。はい、そんな中でね、頭を動かすっていうのは、相当難しいんですよ、実は。だから、まあ僕も学者ですし、神谷さんは政治家ですから、はい、考えるべき職業です。はい、我々が考えなかったら人殺しですから、ね、はい、学者のくせに考えない、政治家のくせに考えないっていうのは人殺しと一緒です。だから僕はもう学者に対しては非常に厳しいんですよ。うん、学者のくせに考えるとどういうことですか、まあ、ってすっごい思うんですけど、でも、それでもいるわけですから、だからね、本当にかなり絶望的なような、うん、近代というのは。でもまあ、絶望的な状況ではあるし、昔のようにはなれないかもしれないけれども、ここまで話が及んだとき、僕いつも思うのは、昔の、その、社会があった、世の中でも考えてない奴は山ほどおったんですよ。おったはずですね。おったんですよ。間違いないと思います。悪い奴いっぱいおったんですよ。はい、それと、程度は違うかもしれないけど、今は。はい、まあ、同じなもんやなと。うん、だから、腐るのはやめようと思うんですが、はい、社会科学を知っていると、そういう歴史の、解体の歴史を知ってしまっていると、はい、なかなか、うん、絶望的だなっていうことが、ありありと見て取れるっていうのは事実だ、事実。そうですね。本当地域コミュニティなんてですね、政治家って本当思うのは、一旦壊れてしまったものは、作ろうと思っても作れるもんじゃないんですよね、なかなかね。そうですね。壊すのは一瞬なんですけどね、10年、20年あれば簡単にぶっと壊れてしまうんですけど。まあ、友人関係ね、夫婦関係2人でも壊れたらもう戻らなかったりとかしますからね。はい、ほら、もう、共同体となってしまったらもう、難しいんですよね。まあ、あれとも実際、全体主義を防ぐために何が必要かっていうと、個人間の信頼だ。はい。まあ、単にそれだけなんですね、本当は。個人間のちゃんとした信頼感、いいと。なぜかっていうとね、はい。はい、例えば、全体主義で、おなんか、ドイツ人すごいってこう言ってた人で僕はドイツ人で。はい、そうやけど、ものすごい全く違うって。別にドイツ人もフランス人も、同じじゃないし、なんかフランス人の方が飯うまいで、みたいな。私言われた時に、ちょっとどっかで、信頼関係があって、釣りやったら、恥ずかしい、はい、恥ずかしいってこう思うはずなんですよ。うん、だから、恥ずかしめていただける友人がいるということが大事なんだって言ってるんですよ。はい、なるほど。この友人がいないと、恥ずかしいって思う機会がないので、うん、おー、どっちにすごーいってこう、なっちゃうって。はい、だからね、僕は常にね、どっかで必ず突っ込みを入れる友人、知人、女性が多いですけどね、うん、その、そういう人たちに、藤井ちゃんなんないで、おかしいやん、みたいなことを言うてくれるおばちゃん連中がいるっていうのは、わかりますね。友人連中が、ね、うん、男はね、なんかね、藤井すごいな、と、もうそういうのも違うと。どうあかんやつなんかを教えてくれと。うん、でね、こう、やっかみとかじゃなくて、素直に、そんなん言うてこんな、これなんなん言うてたみたいなとこ、はい、あ、そうやな、とかって、ちょっと、っていう人間関係があると、こう、全体主義にはまらなくなっていくんですよね。うん、それは現代でも本当はできるはずなんですけどね。うん、本当信頼関係ってあるんですよね。ちょっと、例えが良くないかもしれませんけど、うん、Facebook ってやってるんですよ。うん、そうなると、まあ、うん、意見を書くと、自分ちょっとみんなで意見聞きたいなと思うとき、あえて、ちょっとこう、物議を醸したりするんですね。うんうんうん、で、まあ、知らない人がわーっと書いてきてもですね、あんまりちょっと、って思うんですけど、うん、知り合いがですね、ポソッと、僕こう思うねって書いてくれると、あ、なるほどって結構来るんですよ。あ、彼はこういうね、その人を知ってますし、その人の、ね、信頼関係があるから、あ、彼がこういう意見を言ってくれるっていうことは、そうなんですよ。きっと、こういうことなのかなというのをはっと気づけることがあって、それが、ね、結構自分のこう政治的な意見を作っていくときに、うんうん、参考になるんですよね。僕いつも学生にね、学生は毎年卒業していくわけじゃないですか。で、その時に、まあ彼らにいつも言うんですけど、もう君たちが行くところは基本地獄だと思っておけばいいと。
こんな風なのがもうほとんど全体主義ばっかりで、もうテロルばっかり横行してて、ろくなのはどこやった。はい。そうやけども、人間として生きていかなあかんねんから、まあ、君はそこの父に赴かなあかんと。はい。そうやけども、一番大事なのは、どっかに心のアンカーを打っていくことだと。アンカーって分かるんですね。はい。アンカー、スポーン。だから、この場所には、あの、まっとうな人たちがいる。あの場所にはまっとうな。その年に一回、会うか会わないかかもしれないけど、たまにそこで会って、はい、自分のおかしさを、そこの座標軸で確認する。はい、そのアンカーだけは絶対に打てる、うん。あの、君ら奴隷にならなあかんねんから、あの、奴隷、立派な奴隷になれと。はい、そうやけど、ほんまもんの奴隷になるなと。それゾンビやと。で、奴隷になって、奴隷にならなかったら、この世の中で上に行かへんから、きちんと奴隷になって、奴隷の野郎どもを騙して、ちゃんと上になって、それでちゃんとした世の中を作る役割を果たせれるような立場につきついて、ちゃんとした仕事をしようということをまあ言って、卒業させるんですけど、はい、そこで一番繰り返しますから、アンカーっていうのはこれ人間関係ですね、はい。ちゃんとした人間関係がいろんなところにあれば、心が、なんていうか、ぶれないんですよ、はい。言うことはぶれたっていいんですよ。うん、君子表現するってことはありますからね。はい、言うことなんていくらだって、その、勉強してって、賢くなったら言うこと変えなくていいんですよ、はい。でも、心の美しさというか、心のありようだけは絶対に譲らないっていうのはね。うん、それが、まあ、ハンナ・アレントが言ったことと同じことだろうなと思いますね。はい、いや、勉強になります。心のありようを変えない、うん、いうことですね。はい。わかりました。強い日本を作ろうということで、はい、まあ、前半ね、社会構造をちょっと考えましょうという話の中で、うんうん、から最後、その、ぶれない自分をどっかでしっかり持つということ、ね、これ一人一人がそれをやることによって、国全体が強くなるという、そんな話をいただけたかなというふうに思います。はい、今日もどうもありがとうございました。はい、どうも。